那覇新都心1930年頃の那覇市地図。地図右上の崖の上が、那覇新都心にあたる。那覇新都心は、沖縄県那覇市の北部に位置する再開発地区のこと。1951年土地収容令によって、強制接収され、米軍の住宅街となっていた僕、港住宅地区が1987年5月に、全面返還され、新たな、那覇の新都心として、造成。 再開発された。大型ショッピングセンターや、総合運動公園などが設置されている。沖縄県那覇市雨区おもろ町、メカル、上コレヤなどに広がり、ほぼ全域が整流するアジャ川の流域である。西側を国道58号、北側をアジャ川と、ほぼ並走する沖縄県道82号、那覇糸満線、東側を国道百三十号、 朝戸バイパス及び沖縄都市モノレール線でおね囲まれる。南側は崖になっていて、外下にある那覇市中心部とは標高差がある。なお、外下に沿って朝戸川が整流しているが、この辺りの那覇市街は中世以降に朝戸川の土砂により陸地化した地域である。面積214ヘクタールの土地を県と市の要請を受けて地域振興整備公団が 土地区画整理事業を施行し、総事業費約1,110億円をかけて造成した2004年度前検証都市部門受賞。那覇市中心部のほとんどが、那覇空港の制限表面区域内にあるため、超高層ビルを建てられないのに対し、当地は、同空港の制限表面の区域外となっており、かつ、同市の中心業務地区から 2km 程度で、沖縄都市モノレール線のおもろ町駅及び、 小島駅に近接していることもあっていくつか超高層ビルが計画された。2017年時点で沖縄県で最も高い高層ビルも当地にある。おもろ町という地名は公募により1999年から住居表示の実施による町名変更で設置され、元のあざアサト、マカビ、上野やメカルの一部にあたる。おもろとは歌の意で、 沖縄方言の思いから来た語である。以下の地域はあざらから取られた。1955年頃の僕港住宅地区、おもろ町駅前広場交通広場へは、民間バス会社の琉球バス交通、沖縄バス、那覇バスが乗り入れを行っている。なお、バス停名は、施設名であるおもろ町交通広場ではなく、おもろ町駅前広場となっている。路線数は、 市街線の方が多いが、運行本数的には市内線の方が多い。新都心内バス停新都心内を運行している路線。ただし、新都心沿いの国道58号や国道330号のみを運行する路線は除く。ありがとうございます。